サイレント映画は本当に無音だね。映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。吸血鬼ノスフェラトゥ。1922年にドイツで制作された吸血鬼映画。監督はサイレントの巨匠でドイツ表現主義映画を代表するフレデリック・ヴィルヘルム・ムルナウさん。ドイツ表現主義とは第一次世界大戦前から1920年代に再生となった芸術運動らしい。吸血鬼ドラキュラの映画化の予定だったが権利を勝ち取れなかったらしくて、タイトルをノスフェラトゥに変え、ドラキュラ伯爵をオルロック伯爵に変えて制作。それでもドラキュラの権利元に訴えられて配給停止の判決を食らっているらしい。このようにブラムストーカーのドラキュラの話を元にしているので、後に撮影された魔人ドラキュラと内容的にはそんなに変わらないです。しかしオルロック伯爵を演じたマックス・シュレックさんの見た目がリアルで、本当の吸血鬼が出演しているなどの噂が立っていたそうですよ。一般的な吸血鬼のイメージは鋭い牙を持つコウモリやオオカミなどを連想させるのに対して、オルロック伯爵は猫背で前歯が飛び出ていてハゲ頭というネズミっぽい風貌らしい。作中でも疫病を運ぶ伯爵とネズミの姿が見られます。結構サイレント映画の代表的な作品の一本でして、1978年にはリメイク、2000年にはシャドウ・オブ・ヴァンパイアというタイトルで、先ほど触れた演者が本当に吸血鬼だったという噂を映画化した作品もあります。こちらの作品あまり話に出ませんが、結構評価された作品だったような気もする。サイレント映画の映像は今の時代ではもはや映画というより古典絵画のよう。古い時代でもストップモーションアニメが使われていて伯爵の脅威を表現する。そして噂にもなったオルロック伯爵の恐怖のお顔を拝んでくださいませ。それでは100年ほど前の映画をネタバレ。猫と遊んだりお花のプレゼントをあげたり、とっても仲良しの夫婦。評判の悪い汚ねえ顔の不動産屋が夫の若者に仕事を持ちかけるぞ。いろいろ言ってることむちゃくちゃで面白いね。不動産屋の使いで旅に出る若者と嘆き悲しむ妻。旅の途中寄った定食屋では分かりやすく驚く現地の人たち。古風な言い回しが興味深いです。泊まった宿屋の外には不気味さの演出のハイエナ。吸血鬼の書を読んでみるが、若者は信じないのでぶん投げちゃう。翌日馬車で城に向かっていると日が落ちてきたので途中で降ろされる。そろそろ化け物の噂真に受けた方がいいんじゃない。やべえ召使いに連れられて城にやってくると、ノスフェラトゥが出迎えてくれたぞ。若者を料理でもてなし、念入りに書類に目を通すノスフェラトゥ。吸血鬼はみんなちゃんともてなしてくれますよね。ノスフェラトゥと契約が結べたので妻に手紙を書く若者。もうやられてるじゃないですか。夫の危険を察知してか無遊病になってしまう妻と、それに気づくノスフェラトゥ。とっとと荷物を積み込んで引っ越してしまうノスフェラトゥ。若者は自分も屋敷から出ようとして窓から飛び降りて大失敗。普通に出口から出ればよかったんじゃない。ドラキュラだと重要人物の教授はちょろっとしか出てこない。ノスフェラトゥの棺が積まれた船では次々に船員たちが死んでいくぞ。そろそろ船が着くので大喜びして異常行動してる不動産屋。棺だけ持って隣に引っ越してくるノスフェラトゥ。警察が船を調べた結果、疫病でみんなお亡くなりになってしまっている。船が疫病を運んできたので混乱するブレーメンの町。いろいろあってどうにかこうにか帰ってきた若者と喜ぶ妻。妻は夫の吸血鬼の書を読んでノスフェラトゥを倒す方法を知り決心する。夜になり妻の元に迫るノスフェラトゥ。そして物語はノスフェラトゥさんうっかりしてましたねというラストへ。星 4.5 つ。終わり。Thank you.